はい、おはようございます。タタ世代のアンジです。今日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。今日も炭酸生態の効果実証済みのコンテンツをですね、この機械と、一緒にですね提供 していきたいと思います。はい、ちょっとですね手首が手首をちょっと太くしたいと思ってちょっとこういうですね、機械を、昔から持ってるんですけども、ちょっとやっぱ腕が疲れてきました。後でですね炭酸を使おうと思うんですけども、はい、そんなことはさておきですね、今日は手首を痛めた時一瞬で治す方法ですねお話したいと思います。でこれですね、前もちょっとお話ししたんですけど、フライパンを持った時って話をしたんですけども、それも同じですね、同じ症状で、いわば手首がですねこっちにする時とこっちにする時、いわばこうする時かこうする時かの違いでですね、アプローチする筋肉で違うじゃないですか。で、痛み出てる人ってね、どっち痛いですか言われてもですね、ちょっとわからない方って多いんですよ。どっちかな、ここら辺おられません、ここら辺が痛いとかもうざっくり言われるっていうことがあるんですね。で、まあこういう言います動作の確認とかですねしてもらうんですけども、この時もですね両方痛いって方おられます。で両方痛い方はもうしょうがないです。両方にかける、あ、炭酸をね、まずはですね両方にかけて柔軟性を上げてあげます。それでですね施術していくとですねどっちが痛かったか見えてきます。でその原因がですね、その人の日常生活のものなのか、日常生活から影響したものなのか、どっちかだと思うんですね。そしたらですね他のその手首以外の肩であったり背中であったり首とかがですね、いろんなところの原因が見えてくると思うんですね。でまずは痛み 100% を50ぐらいまで持っていって施術をしてですね、その痛みの部位が、原因は別なのか、この見立てですよね。多分この見立てをすることによって、その方の患者さんの満足度、顧客満足度ってよく言いますけども、それも変わってくると思います。まずですね、痛いんだから、お話を聞いて施術をする前にちょっと炭酸を吹きかけて柔らかくして、あ、ちょっと痛いマシっていう時に施術をする。そしたらですね痛みの原因が、どっちかが痛みに出てくると思います。 どこの痛みか、それが生活のものなのか、生活違うところから波及しているものなのかという見極めていくとですね、その方の、本来しないといけない施術が見えてくると思いますので、ぜひですね、手首痛めたから一瞬で治してその原因を探っていくって話ですね。その話をしました。もしですねこういうやり方もぜひよかったらですね参考にしてください。はい、まあ今日はですねこれで終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。さよなら。